はい、どうも、タックです。野菜をね、使ったパンを作っていきたいと思います。まあ、ちょっとね、これからね、野菜を使ったパンだったりとか、その糖質を抑えたパン、塩分を控えめのパン、無塩のね、パンとかっていうのもね、ちょっと健康的なね、思考で考えてね、作っていきたいかなと思ってね、今回ね、その始めとしてね、野菜を使ったパン作っていきたいと思います。ほうれん草のバターロール、作っていきたいと思います。今回はね、ほうれん草の生地にね、練り込んでいきたいと思います。ね、ほうれん草を生地に練り込んで、その生地を使って、バターロールを成形してあげます。はい、で、今回使用するほうれん草なんですけど、じゃあ、栄養成分的にね、どんな効果があるかっていうのをね、やっぱ知りたいところですよね。で、ほうれん草の中には、ビタミン C とか、鉄とか、カリウムとかっていうね、物質が入ったりします。ビタミン C って言うとね、よく言われるのが、風邪の予防にね、効果があると言われています。あと、鉄なんですけど、こちらはね、貧血予防に効果があるとされています。まあね、野菜以外にもね、結構ね、この鉄って入ったりしますね。カリウムはね、高血圧にね、良いとされています。その他にもね、癌予防にもね、効果があったりするそうです。まあね、こういう、ね、いろんな効果がある成分がね、ほうれん草の中に入っています。はい、というわけで、早速ね、仕込みの方からやっていきましょう。最初はですね、最初にほうれん草をね、ミキサーにかけていきます。最初にね、ここの下の部分ね、切ってあげてください。はい、30g かかってあげたらね、ちょっとミキサーに入れるのに細かくしてあげます。はい、そしたら混ぜていきましょう。ほうれん草って意外にね、水分が、ね、多いみたいですね。はい、さあね、これはね、パン生地に使っていきます。はい、そしたらね、粉気がなくなるまで混ぜてあげます。はい、そしたらね、台に出してこねていきます。生地で台にくっつかなくなってきたら今度叩いてあげます。握りながらね、練り込んであげてね、しっかりと練り込むことができます。はい、そしたらこれで仕込み完了なので、石井箱をさしていきましょう。はい、そしたらね、パンチやっていきましょう。一度膨らんだガスをね、ここでしっかり抜いてあげてください。はい、そしたらもう20分発酵させていきます。はい、そしたら分割をやっていきたいと思います。
はい、それでは10分間15分レンジタイム取っていきます。はい、それでは股関節やっていきたいと思います。で、最初にね、この生地ね、静かにしていきます。そしたらね、最初に柔らかくしてあげて、裏にしたら三つ折りにしてあげます。そしたらね、片側だけね、太くしてね、もう片側ね、細くしてあげます。そしたらこの状態で、ね、一旦ね、まあ5分ぐらい肘休ませてあげてください。そこからね、整形していきます。はい、そしたらね、整形やっていきます。そしたら先ほどの肘肩ね、閉じ目をね、上にしてあげて伸ばしてあげます。伸ばしてあげたら、最初にね、軽く芯作ってあげて、そこからね、軽く丸めていきます。はい、これで整形完了なので、水垢をさせていきましょう。はい、水垢を取って、ね、最後の仕上げやっていきたいと思います。はい、そしたらこれで仕上げ完了なので、早速焼いていきましょう。はい、パンの方、焼き上がりました。で、匂いは嗅いでみた限りね、そこまでね、ほうれん草っぽい感じの匂いはしないです。いただきます。ほうれん草のね、ちょっといい香りがして、味もね、しっかりと出てて美味しいです。なんかね、ほうれん草の青臭さがね、ちょっと残っちゃうのかなって思ったんですけどね、全然ね、そんなことないです。まあ、このね、野菜ステージでね、ちょっと他の野菜でね、バターロールもまたね、作る機会があったらね、やってみたいと思います。もしよかったら、高評価とチャンネル登録の方よろしくお願いします。次回もまた見てください。バイバイ。